工房説の永田ですくさびと書いて説と呼びます今回はまた桜井名木店さんの方に来ております今回買う材料は桜の縮み木です、まあ、桜ねたまに使うんですけど木はあんまり出ないタイプの木なのであんまりね使ってこなかったんですけど久々に縮みが出てる いいパンが出てたので買っちゃいました、まあ、特にこっち側の面が縮みがあるんですねちょっともっのノと縮みと混ざってるのでちょっと見にくいんですけどきれいにするといい縮みが出ると思いますこの辺だとねペンでも全然使っていけるなと思って、まあ、コンプロットとかもね作っていきたいと思っております、まあ、こっっちちの面はねちょっと 粗い感じなのでこっちはコンプロットかなと思っておりますね、まあ、こっちちょっといい感じに縮んでますのでこちらの方はペンにしていきたいと思いますまだちょっと乾燥が甘いのでねこの春次の春ね出せるかな微妙なとこですけどちょっと乾燥具合と見ながら作っていければなと思っておりますまたよろしくお願いします